を通るとき、その時に足を引き上げます、ね、皆さん、ね、この円のところ、おはにちはのこんにちばんはなのだ、リズムコミュニケーターの森部です。イエーイ。リズムトレーニングですけどね、第4弾ですけど、このテンポ60の、ね、速さに合わせまして、第1段階アップダウンアップダウン、ね、で1 and 2 and 3 and 4、 それを左右に揺らすんでしたね。ここまでが第3段階。今日はその4、これに映ってないけど足の要素を入れます。軽くでいいですね、座ってでもできるし、立ってやればダンスの要素にもなりますけど、この体が揺れる、左右に揺れる、このスイングに対して左に揺れた時に左足を踏み込みます。左ね、左ということは右に触れた時に右を踏み出しますね、右ですね。これで左右という風に踏み込んでいきます。やってみましょう。せーの、1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4。 ここでもう一つ確認する要素、左足を踏んで、その次に右足を踏み込む前に右足を地球から離すタイミングが、体が真ん中で引っ張られるアップビートのクロスザミッドライン、正中線を越える時になります。このアップビートでね、片方の足が離れる地球から、ということは踏み込んだ足にぐっと体の体重が乗っかります。そこで自分の体を支えるっていう形になりますね。ちょっと座ってると分かりにくいっていう今コメントが来たような気がしましたので、ちょっと立ってやりますけど、はい、座っててよく分かんなかった足の動きですけどね、体がアップダウンアップダウンに対してね、1 and 2 and 3 and 4で左右左右でした。で左に行った時に左足を踏み込みます。せーの、1 and 2 and 3 and 4、これは本当軽くですよ、軽く軽くですね。あんまり大げさにすると、あの楽器の演奏に支障があるので、歌を歌ったりとかね、軽くです。これは本当体の動きとして緩やかに軽やかにね。で足を踏み込むのに、足を上げるタイミングがこの裏、体が真ん中を通るとき、そのときに足を引き上げますね。円、この円のところ、円2円3円4、これも軽くです。軽、あの別途動画を作ってるイナウォークという、あれまたあの歩くための動きなんで、また逆になっちゃうんですけど、これはあくまでも楽器を演奏することに、特化したといいますか、それを想定した体の動きということです。あくまでオンビート1,2,3,4を全部ダウンビートで取るね。でその間のオフビートをアップビートで取るということを前提にした体の動き方なので、歩くのとはちょっと違います。歩くのは別途動画シリーズを設けてるイナーウォークのシリーズを見てください。もう一回足の動きです。 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4、 腕は脱力です。 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4、 ほんとこれ軽く薄くという感じです。体の頭の振りもですね、左右左右、 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3
軽くですよ、大げさにしない、これは大げさにしませんね。イエーイ。足の動き分かりましたね、ほんと軽くです。大事なのは全身でテンポとリズムを捉えるということなんですね。ドラムだったら手だけとか足先だけとかじゃなくて、手も足も体から生えてますから、体をどうテンポとリズムに乗せるかっていうのがすごく大事です。ギターも手で弾きますけど、ね、指先で弾きますけど、大事なのは体の芯です。体の芯で呼吸でどういうふうにテンポとリズムを捉えるか、他の楽器も同様です。チェロを弾く方、ね、トランペットを弾く方、管楽器は呼吸そのものが音になって出ますからね、体全体でリズムを取るということで、とリズムトレーニングね、動画その4、ね、お送りしました、ね、楽しんでください。 1 and 2 and 3 and 4 and 8の字インフィニティ永遠のスイング。1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 3 and 4 and ね、足も軽やかに、軽く動いてます、軽く動いてます。 3 and 4、 とにかく全身で乗ります、全身を使います。 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and イエーイ。